はい、こんにちは。パンダ投資家のタクです。イエーイ。で、えっ、ー、と、今日はね、ま、あの、アラビアータにちょっと聞いてもらいたいんだけど、アラビアータ、お前、お前、まさきまンに、ゲイ疑惑とか言われてるけど、ほんと大丈夫か <laughs> マジウ、ウケるなとか思ってさ、あの、ゲイ疑惑とかなんだよ、あれ。もう、炎上してるよね、あれ。どっちも、めちゃくちゃなことになってるとか、えだからね。うん。 ということでやっていきます最近なんか、婚活業界、ちょっとね、低迷してます。まあ、昔から低迷してるんだけど、あの、この業界ねあの、市場が狭いんですよ。あの、今ね、新規参入されてる方とかいっぱいいるんですけど、大体ね、チャンネル登録がどうだろうな、500もいかないと思います。うん、だって、市場が狭いもん、そもそも。うん、広いね、 フィールドで、あのー、配信するんだったら、いろんな人が見てくれるけど、この業界は20代、30代で、さらにその中の婚活してる人、もしくは興味ある方に限定されるんで、相当狭いです。うん、だから一部の人しか見ないんですよ。だからそこでね、戦うってね、もう狭い狭い。みんなね、 あのー、配信者、僕もね、ゆとりくんも野原さんも、こう狭いところでこうシュッシュッシュッってしながら、まだね、婚活系っていうそういうジャンルがなかった時代から、僕たちはやってたから、あの狭いところでこうね、こうなんか、パンダがね、こう潰されながらね、やってきたわけなんです。で、まあ、今、若干広くなってきたんですけれど、それでもね、まあ、新規参入する方が多いんで、なんだろう。1人当たり の,そのまあ再生数とかまあいろんなものを見るとそんなね伸びてないと思います。うん。参入してる人がねたくさん増えてまあそこにねいろんな方が分散されてるっていう意味ではね、うん、もっと市場が広がらない限りはえまあ今のままだと僕はねもうなんだろうなこう衰退していくと思いますね。うん。まあそこをね こ,うこれからね、どうやって切り開いていくかっていうのをね、まあ、これから本当に考えないといけないと、僕はそう思ってます。なかなかね、一部の人しか見ないっていうところでね、難しいんですよね。なんかね、他のね、例えばエンターテインメントであったりとか、何、えー、だろうな、なんか、こう、例えば、なんか、こう、家庭のなんかね、なんか、 話であったりとか、まあいろんなね、そういうのであれば需要があるかもしれないんだけど、楽しい話とかね、うん、あと、アイドルとかね、そういうんであればね、すごいね、広がると思うんですけど、婚活はね、市場が狭いんで、ほとんどね、まあ見てくれないというかね、うん、そっからなんか、頑張ってもそこまで伸びないかなっていうところがあります。なんでね、ほんと難しいんですよ。うん、まさきまんとそういうね、なんだろうな、これからの、 婚活市場、婚活業界について、まあ、僕はね、そういうのは本当はね、話していきたいと思うんですけど、<laughs> まあただね、ちょっと、ばさきはもう結構ねあのア、アラフォードおじさんなんで、まあ、そ <laughs> 僕、結構一回り以上下だから、あ,あやっぱりねこう、若者としてはね、ちょっと絡みにくいんですよね。うん、若者としてはやっぱりね、あのゆとりくんとか野原さんの方うが、出たりしやすいし、話しやすいです。 うん、まあ、一応ね、まあ、これからね、この業界がどうなっていくかって、僕もすごく、まあ、心配してるところでもあるし、えーまあ、自分がね、えー、これから引っ張っていかないといけないと、まあ、僕はね、そう思うし、えー、なんだろうな、まあ、アラビアータ谷川んみたいに、まあ、辞めたい人は辞めたらいいと思います。えー、僕はね、あの、去る人はね、追わぬ。 別にいやこの業界嫌だなと思う方はね別にやめてもいいと思うしただね何だろう自分はもっとね盛り上げていかないといけないなとは思ってますはいでまあそうだなノーラさんとかも最近ね動画投稿する数もまあ少なくなってーまあなんだろうな全体的に本当に 衰退しかけてるよねノ、うんまあ、ーラさんもともと婚活系じゃないからね。てか自分も違うって言ってるからね。<laughs> あ,のあれであれなんで婚活系だったかというとみんながねそのジャンルに入れてるからなんですよ。あのみんなが入れてるっていうのは僕とゆとりくんとノーラさんってもうこの3人セットなんですよね。ぶっちゃけ言うと。<laughs> あのこの3人セットであのみんなそのジャンルの中にはめ込んじゃってるからなんかいつの間にかね <laughs> あのノアラさんも合格系になってしまってるっていうねでホーディーは違うって必死に弁明してるんだけど去年ね面白かったっすねで今年はねもうそのネタやってなくてなんかなんだろう最近なんか哲学者みたいなことやってますよねうんまあなんだろうなノアラさんもネタがなくなってきてうんなんかもう自分が結婚できないっていうことが分かったからその そのジャンルでやっててもうダメなんだろうと思ったんだろうと思います。うん、だって市場が狭いもん。最近やってるノアラさんの動画ってちょっと哲学チックで、まあ、精神論的で、あと思想家的なところがあって、結構ね、見てくれる人が広いですよね、ノアラさんの今の動画。だからこれはね、またノアラ信者が増えてくるんじゃないかなと思いますね。うん、あのターゲット層がね、広い。 ノーラさんの今の動画はね、ターゲット層が広いから、絶対ね、たくさんの人が見てくれると思います。まあ、そういう意味で、ノーラさん効家好きじゃないって自分で言ってたんだけど、まあ、やめてね、アラビアタもいなくなって、今、誰がこの業界を引っ張っていくのかって、ちょっとね、まあ、悩んでしまうところはありますよね、正直言って。うーん。まあ、どうなるんだろうな、これから。 まあ僕もね、多分想像つかないようなね、まあ、方向っていうかね、えー、進み方をするのかなというふうに思います。まあ、僕ね、一応まあ、投資家でもあるんで <laughs>、あの、もちろん公開系でもあるんだけど、2つ、2ジャンルやってるから、1つのね、配信の中で。だからまあそういう意味ではね、ちょっとね、やりにくいなとは思ってたんだけど、ただね、まあその、 こんだけね、有名になったし、まあ、僕に期待されることも多いと思うんで、これからもね、なんだろう、いろいろね、やっていきたいと思っています。はい。で、結構ね、それ以外のジャンルをやるとね、結構で、ね、アンチが湧いてくるんですよ。例えばなんかあるじゃん。どっかのお店行きましたとかね、あの、横浜駅周辺歩きましたとか、そういうのをやるとね、結構なんか、 今までのその純粋な投資と婚活ってこの 2, 2本しかやっ,てやってなかったからたいね投資と婚活とこの 2, 2本しかやってなかったからそれ以外のことをやるとね結構ねんかで、ね、アーチが湧いてくるっていうかね <laughs> あのだからジャンルってなかなかね設定するの難しいなっていうふうにはまあ僕はねえー、覚えましたでうんそれ以外のジャンルやるとねまあある意味 なんか市場が開拓されるんかもしれないんだけど、ただね、あ、あ、今までかわかんないけど、これ、これからアンチになってる人か、なんかね、そういうのが湧いてくる。あの、最近ね、あの、ガストの動画とかも上げてるんだけど、なんか、なんかドリンク頼みすぎだろとか言って、結構ね、あれ、炎上してるよね。 ドリンク頼みすぎだろとかいっぱいね、ごめん来でね。で、あのー、洗う人大変とか言って。<laughs> いやいやいや,いや、仕事でやってんだから、別にどっちも仕事だから、あのい,い,いいじゃん。動画を変えても。<laughs> マジで面白いよなとか思いながらね。うん、マジで面白いな。新しいジャンル開拓するっていうのもなかなか面白いと思う。っていうことで、まあ、一応ね、まあ今日はね、 まあ、今日も雑談させていただきました。最後までご視聴。皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。